皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はこちら、2本のウクレレを用意いたしまして、それぞれのウクレレを弾き比べしてみようかなと思います。題して、13万円のウクレレと1万円のウクレレという感じでございます。よかったら、楽器やったことがない方でも音を聴き比べたりとかして、動画を楽しんでいただけますと幸いでございます。それでは、まずどんなウクレレなのかご紹介をさせていただきますと、こちら、Gストリングという、もうウクレレ界で超大御所のメーカーです。まあね、ちょっと高くなっちゃうんですけども、本体が高いんですけれども、まあ、予算が許すんだったら、まあ、これ選んだときは間違いねえよっていう、本当にもう超絶大御所の超絶安定のメーカーでございます、Gストリング。今回、これ、友達からお借りしているんですけれども、友達曰く13万円か14万円ぐらいで買ったなんて言っていたので、まあ、多分店頭売価でそのぐらいだから、定価で言ったら20万近いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、いわゆる、良いウクレレです。いわゆる普通に良いウクレレでございます。だってこれ13万円ですよ。みたいな感じですよね。13万円のウクレレ。で、それに対して、私が新しく買ったこちら、マハロというメーカーのウクレレ、1万円代表でございます。まあ、いわゆるその入門メーカーってやつですね。定価が1万5000円で、まあ、店頭売価が1万円ちょっとぐらい。という感じです。ウクレレっていろんなサイズがあって、よく見かけるのがこれ、ソプラノというサイズなんですよ。ちょっとこう見比べるとちっちゃいのがわかりますでしょうか。お借りしたウクレレがコンサートっていう少し大きめのサイズなので、比較するものとしてはそのコンサートをやっぱ用意すべきだなと思って、まあ、これを買った次第です。でも、マハロのソプラノサイズって3000円とかで買えるようなレベルなんですよ。なので、まあ、正直な僕の気持ちとしては、マハロに1万円出すの俺、マジでっていう感じ、気持ちが結構、悩ました。悩ましたので、よかったら本当にちゃんと音を聞き比べて楽しんでいただけますと、幸いでございます。これ1万円出したの俺、ちょっと切ねえなっていう感じなので、よかったら楽しんでくださいませ。それでは、この辺で実際に弾き比べをしていこうかなと思うんですけれども、よかったら画面を見ずに音だけ聞いて判断をしてみてください。どっちが高いウクレレかななんて予測を立てながら動画を楽しんでいただけますと、これ幸いでございます。それでは、ここから画面を見ずに閉じてください。スタート、ドン、バーン、画面見ないでください。それでは、まず1番のウクレレを弾いてみましょうか。1番のウクレレ、ちょっくらストロークをしてみますと、ジャカジャカ鳴らしてみますと、こんな感じの響きです。聴いてみてください。2番のウクレレに持ち替えてみます。同じフレーズを弾いてみます。聴いてみてください。こんな感じの響きです。もう少し弾いてみましょう。また1番のウクレレに持ち替えます。これが1番のウクレレです。2番のウクレレに持ち替えてみます。音を聞いてみてください。こんな感じの音です。それでは画面を開けてみてください。ドーンっつって。なんとなく違い分かりましたでしょうか。1番のウクレレがマハロ、安いメーカーで、2本目のウクレレがこちらの G ストリングという高いウクレレという感じでした。どうでしたでしょうか。なんとなく正解が分かりましたでしょうか。
楽器やってるやってないが結構大きく左右すると思うんですけれども、少なくとも僕にとってはかなり顕著に差が出ているかと思います。かなり顕著に差が出ております。まあ、よかったら、僕が思うことをつらつらお話しさせていただきながら弾き比べしてみますので、ちょっと参考にしてみてください。まず、こちらは1万円のマハローなんですけれども、やっぱりこう音に厚みがない感じですよね。このはっきりしているとか、キレがいいとか、なんかこうパキッとしているという言い方をすれば、まあ、いい言い方ですけれども、ちょっとやっぱこう低音が出てなくて深みがない感じがします。ちょっと弾いてみましょうか。です。まあ、はっきりしている、明るいという言い方をすれば、まあ、いい感じですよね。でも、ちょっと聴き比べてみてください。こっちの方が全然深みが違います。低音の出方とかがすごく違いますし、言葉で言うとしたら、なんか温かみのあるとか、深みのあるとか、なんかこうしっとりしたって感じの音が、表現がなんかそういうぴったりな感じですよね。こっちがこのヤンジャボーザーとしたならば、こっちはしっとりとした音だみたいな感じの印象だと思うんですけども、どうでしょうか。よろしければ、皆さんがその、ね、音を聞き比べて、こう正解したとか、不正解だったとか、どんな感じの音に聞こえたとか、こう思ったとかって、その皆さんの感想なんかもバシバシコメントしていただけるとすごく嬉しいなと思います。まあ、物理ね、間違えても全然恥ずかしがらないでください。楽器やってないと多分そんなに分かんないと思います。楽器やってて、ちょっとこう、ね、間違えちゃったならば、少し耳が、まだまだ、ね、修行が必要かなという感じですけれども、楽器やってなかったら分かんないです。この辺は本当に自己満足のレベルですよ。まあ、こんなこと言っていいかどうか分かんないですけれども。まあ、そんな感じで、今回はウクレレの弾き比べをしてみました。よかったら、アコギの弾き比べとか、エレキギターの弾き比べとかもしている動画がありますので、興味があればそちらもチェックしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。はははははという前に、一番最後に弾いたやつ、コメントですごい問い合わせが多くなると予想されるので、先に言っておきます。みたいな感じで、さっき弾いてた曲は、これはまあ普通に僕のオリジナルでございます。何かの曲というわけではありませんので、よろしくお願いいたします。ということです。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。